はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒澤敦史です。今回は今度私がセミナー&オフ会っていうのを開催させていただこうかなと思ってまして、そちらの告知メッセージ告知動画になります。どうぞよろしくお願いいたします。と言いますのも、普段生徒さんとやり取りをさせていただいていたり、お問い合わせをいただいて海外転売を始められた方と話をさせていただいていると、例えば実際電話で話してみると動画で話すよりももっと気さくですね、というか、この動画がどういうふうに映ってるのか分かんないですけれども、動画だともっとハキハキ話してると思うんですよね。一人でこういう話してるわけですから。で、動画で話すよりも電話で話してる方が気さくですね、とか、実際会ってみると思ったよりもベラベラ話さない人なんですね、とか、それもやっぱりこの動画の中ではハキハキと話してるからだと思うんですけれども、要するに動画を通して見た私と実際の私の印象っていうのが多少違っているっていうこともあると思いますし、あとは実際公開動画の中でお話しできる内容って、基本的に私はその得体の知れないものをきれいな包み紙でくるんで紹介するようなやり方っていうのが大嫌いなんですね。だから海外転売のメリットだけは話すとか、そういうつもりも全くないんですが、公開動画だと話せないより超具体的な商品のこととか、超具体的な、今9月の頭なんですけれども、10月11月12月が3ヶ月商戦って私は呼んでいます。正確に言うとハロウィン、サンクスギビングデー、感謝祭ですね。で、クリスマス、この3ヶ月間っていうのが顧客の購買欲がわって上がって、数値的に言えば、売上的に言えば通常の2倍前後にまで普通に商品を今まで通り出していても跳ね上がるって言われる時期なんですが、この時期にどういう商品をどういうふうに出していけばいいのかっていうのをもっともっと細かく直接お話しできればなと思いまして、東京都の新宿駅周辺の会場を取らせていただく予定なんですが、2時間か3時間くらいのセミナーを行って、その後懇親会、これがオフ会なんですが、オフ会をしようという計画を立てました。思いつきました。で、ぜひ土曜日の時間、1日を空けていただいて、ちょっと遠方の方は来づらい方とか、やっぱりお金も時間もかかりますから難しい方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、よろしければ土曜日に開催する予定ですので、土曜日の1日空けていただいて、で、セミナーって言っても、私はまあ、この動画自体も集客の動画とはなんか違う感じがしますよね。私も変に集客して今すぐ人生を変えましょう的なことを言うつもりはなくって、興味ある方は、特に今回のセミナーに関しては物販全くやったことないけれども海外転売に興味ある方と、すでに国内転売とか中国輸入とかやられていて、今後ビジネスの展開もしくはくら替えとして海外転売を検討されている方対象のセミナーになっていて、さらにそのセミナーもずーっと2時間3時間候補に聞いてるのって、正直言いますと言い方悪いですけどクソつまんないじゃないですか。そういうものではなくて、半ばワークショップのような形で皆さんに参加一緒にしていただくような形って言っても、指さしてどん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 答えていただくとかではなくって、一言で言えばアットホームなワークショップに近いセミナー、ただし当然ながらわざわざ来ていただくわけですから、かなり掘り下げた情報っていうのも含めて皆さんにシェアさせていただければなと思っていますし、その後の懇親会もまた懇親会でお金を踏んだくろうっていうつもりは全くなくって、実費ですから、私が事前にお店を予約しておいて、で、プランも予約しておいて、実費で皆さんに回収、実費を回収させていただくってだけですからね。で、セミナーも会場費ぐらいですから、私が欲しいって言ったら変ですけど、その分ぐらいなので、高額セミナーっていうわけでもなくって、どちらかというと、本当にオフ会ですよね。セミナーも含めて、海外転売の主任講師ってどんな人間なのかなっていうのを皆さんにこういうふうに判別していただければなと思いますし、やっぱり実際お会いして話すと、やっぱりお互い聞けないこと、話せないことっていうのをいろいろ会話できると思うんですよね。で、それが私としてはですよ、海外転売に対するより深い信頼感とか、私に対する親近感とか、そういうものにつながればいいなと思ってますので、今回は第1回です。私がこちらの YouTube 動画を通して YouTube チャンネルの皆様と無料講座に登録してくださった皆様を対象に、物販未経験者の方と経験してるんだけれども今後海外転売もやろうかなって思ってる方、この2パターンの
現状をお持ちの方を対象に話をさせていただきます。初心者の方、未経験者の方でも分かるように変なテクニカルタームをブワーって使って話すこともしませんし、経験者の方が、まあ、英語だとボーリングっていうんですけど、退屈つまんねえっていうふうに思わないように、具体的な内容っていうのも詰め込んでお話をしようと思います。わざわざ時間かけて、で時間を取って来てくださるわけですから、でその間にああ来てよかったなって思えるようなものにさせていただきたいので、よろしければこちらの動画の下に申し込みのフォームの URL、 もしくは申し込みのフォームに埋め込んである、今こちらの動画をご覧いただいている方はこのまま申し込みがこのホームページ上で行えるようになってますので、ぜひぜひご興味ある方はお申し込みいただければなと思います。でですね、あとプラスアルファお伝えしたいことがあるんですけれども、今後皆さんがアメリカアマゾンをやるっていう選択肢は遅かれ早かれ検討していただきたいとは個人的に思ってるんですよ。私自身が中国輸入もやっていて、まあ要するに中国日本の物販もやっていて、日本アマゾンでも売っていて、アメリカアマゾンでも売っていて、両方やってるからこそ比較ができるわけなんですけれども、やっぱり比較すると、それこそですよ、生徒さんで日本アマゾンをやってあんまり実績が出なかったなって言ってる方もアメリカに行った瞬間爆心し始めてるっていうのを目の当たりにしてるわけですから、現在進行形で。やっぱりアメリカアマゾンっていうのは日本に比べて市場規模が10倍以上と言われているのは そうなんだなっていうのがやっぱり常に実感してます。私自身もセラーとして講師として実感していることなんですね。さらに中国アメリカっていうルート自体も珍しいので、そのルートっていうのは一体どういうものなのかっていうのに関心おありの方はぜひぜひご参加いただければなと思います。あとさらに重要なポイントなんですけれども、私はコンサルティングの料金のことに関してはセミナーの最後の方で話はするんですけど、俗に言うクロージングみたいなものはしないです。要するに今はこの価格ですが、割り引いてこの価格です、今すぐやりましょうみたいなことを言うつもりはないんですね。なのでセミナーに参加したから割引にするかもしれないですけど、少なくともあんまりそういうことを餌にして皆さんの、例えば海外転売やろうと思っている方も海外転売やり始めるのをせかすつもりはないんですよね。正直なんでかっていうと、今日やるのか明日やるのか1ヶ月後にやるのか半年後にやるのか1年後にやるのか、まあやるやらないっていう選択肢もありますし、やるって決めた方であってもいつやるのかっていうのはその方その方のタイミングによって全然違うじゃないですか。それをよくあるセミナーだと2時間ぐらいの間にその手法のいいとこだけを話して、最後に割引とかを限定性っていうんですが、マーケティングだと限定性を提示して、今ここで申し込めばみたいなことを強調してその場でガーッと入れるっていうのは私は嫌なんですよ。興味あったらやればもちろん絶対いいし、まだちょっと資金面で不安があるのであれば相談に乗りますし、それでもやっぱりいや、もうちょっと待つと思ったら待ってご自身のタイミングでやるのが一番だと思うんですね。ですからセミナーが、まあ、ワークショップ、アットホームなワークショップみたいなもんだって申し上げたのは、普通のセミナーとは全然違うってことですね。逆に言えばこういうセミナーってないと思いますよ。クロージングで打ち、なんか目がギラギラした先生がクロージングをガガガガガガって最後にするっていうのが普通じゃないですか。もちろんコンサルティング、私は海外転売大好きなんで、数ある物販の賞の中で海外転売が一番好きだからやってるし、一番いいと思ったからやってるし、私自身はそれで人生が変わったから海外転売をやってるのは確かなんですけれども、じゃあ全員にとって海外転売がいいかっていうと、それはその人その人の考え方とか、その人その人の向き不向きとか、いろんなものが影響してくると思いますから、そこに関してはまあコンサルティングの体系とか料金とかそういったことに関してはもちろん明確にセミナーの終盤のところでお話はさせていただきますが、そのためにその前の話をするってわけじゃなくて、その前の話は前の話で、物販を円滑に進めていくために、この3ヶ月商戦を円滑に進めていくためにどうすればいいかっていうのをお話しさせていただければなと、情報開示という形でお話しさせていただければなと思います。また懇親会の方も、まあ私は普通にお酒飲みますから、ぜひ皆さんで横のつながりみたいなものを設けていただきたいんですね。ただここ一つ、こういう人は絶対立ち入り禁止できんですっていうのがあるんですけど、それは自分の手法を宣伝するために来られる方っていうのは
NG です絶対。例えば仮想通貨をやってる人で、実は私のセミナーに来るのが目的ではなくって、物販の話を聞くのが目的ではなくって、そこで悪い意味でね、横のつながりを作っておいて、その人たちに仮想通貨の話だとか FX でこんなのがあるとか、そういった自分のビジネスっていうことをものを宣伝しようとしてる人っていうのはダメです。もしそういう人いらっしゃったら、怒りますよっていうか、その場では分かんないと思いますけど、懇親会の途中であってもそういう宣伝ばっかする人がいたら、それはもう体質ですよね。体質になっちゃいますから、そこはご理解いただきたいのと、あとは、まあ、今すぐやらなければいけないっていうことではないんですけども、あくまでも物販に対して真摯に向き合える方に来ていただきたいっていうのはありますよね。もちろんいろんなビジネスを検討してて、その中の一つで海外転売に興味持たれたって方もいらっしゃると思うんですけど、それも真摯じゃないですか。だからその場で絶対やりましょうとか、今すぐやりましょうってことは私は一切言わないので、そういったセールスガンガンみたいなことは一切やりませんから、そこは安心していただきたいんですが、変な冷やかしで来たらそれはお互いにとって損だなとは思いますので、その方もその方でご自身の時間使ってるわけですから、で私も私で一生懸命いろんな情報を開示してるわけですから、そこに関してはご理解いただければなと思います。要するに懇親会も含めてで、懇親会で私は皆さんのテーブル一つ一つ回って挨拶しながら質疑応答とかする時間も作りますけれども、その横の良い意味での物販の横のつながりっていうのを、まだ一人も物販のお友達とかがいらっしゃらない方でも、気さくに良い意味で横のつながりが持てるような場にもできたらいいなと思ってますので、やっぱり物販っていうのは、初めは個別コンサルティングの場合は講師がついて、サポート期間であれば6ヶ月ないし1年間っていう決まった期間の中でやるわけですから、講師と二人三脚に進んでいく。で、代行会社ともいつもやり取りするわけですから、代行会社との取引がある。しかしながら結構物販それ自体は孤独なんですよ。逆言えばパソコンがあればどこでもできちゃうんですよね、慣れてくると。ってことは、誰かと関わらないようにしようと思えばいくらでも関わらなくても成立することができるんですね。そんな中でやっぱり悩んでしまった時に、先生が悩みを聞くっていう立場でもあるわけなんですが、同じような悩みを現在進行形で持っている人たちと情報交換することによって救われる面もあると思いますから、そういった意味での横のつながりっていうのもある程度持てるような場にしていただければなと思います。というわけで、ちょっと長々と話してしまいましたが、今回は今度開催させていただきますセミナー、まあ、ワークショップ的なセミナーの宣伝、広告といいますか、告知をさせていただきました。セミナーとオフ会っていう形で、セミナー数時間で、その後オフ会2時間で、その後お店2時間行くかな、その時、それはその時の雰囲気によって決めようと思うんですけれども、その 4,5 時間のものです。ですから半日弱ですね、を使うものですので、ぜひぜひ皆さんにとってプラスになればなと思っていますし、この機会に一度お会いしてお話しさせていただければなと思います。皆さんからすれば、まあ、黒澤篤ってどういう人間なんだっていうのをリアルな場所で、このパソコンの画面を通さずに判別、審査していただければなと思っています。ぜひぜひ積極的にご参加いただければと思います。日にちなど詳細っていうのは申し込みフォームの中に書かせていただきますので、ぜひご参加お待ちしております。というわけで、まあ、宣伝した内容になってしまったんですが、一言で言えばセミナーっぽいセミナーじゃないですよっていうこと。しかしながら、本当に単発の授業を受けていて、単発の、まあ、裏技って言ったらあれなんですけれども、公開動画では話せないような深いところも含めて情報の提供させていただくものですので、そこら辺楽しみに参加される方はしていただければと思います。というわけで、最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒澤篤がお届けいたしました。では失礼いたします。